あとは、うん、これからも使っていきたいんですけど、なるべく部活を休むための正当な理由として何もない場合に使える理由のようなね、まあ、宗教上の理由だね、それは。え、宗教上の理由、僕はいろんな宗教を信じてるんでっていう、ユダヤ教は確かね、金曜日が休みなんだよね。で、イスラム教は日曜日が休みだから。だから、僕はイスラム教とユダヤ教を二つ信じてるんで、金曜日と日曜日は休まないといけないですって言ったらいい。え、それ使えない？ダメですよ、それ。それが僕は女性ホルモンが、人に比べて多いんで生理が来るんですよって言って、生理が来たんで今日は休みますっていうのもある。うん、絶対無理ですよそれも。いや、生理は使えない、ちょっと。いや、男ですよ。無理。男の子でも女性ホルモンが多いから生理が来るんですよって言って、いや無理ですよそれはさすがに。でね、休む時の方法があって、申し訳なさそうに行くよりも嘘つくいい方法があって、申し訳なさそうに行くよりも真顔で、はい、嘘を言った方が信じてもらえるから。あ、わかります、それ。それわかる。宿題する、顔色変えずに真顔だよ、真顔絶対。はい、申し訳なさそうにすると先生絶対疑うからね。どうしようかな、部活を休む方法か。いい方法あるかな。でも僕テニス部にいたんで、一番使ってたのがラケットを忘れてきたなんですけど、うん、最近顧問の先生が新年度になって変わって、それが通じなくなったんですよ。取りに帰ってこい。ちなみに言われ、1ヶ月に何日ぐらい休みたいの？1ヶ月にもう1週間に 1,2 回ぐらいでいいんじゃないですか。1週間に 1,2 回ぐらい休みたいの。だったら宗教上の理由が一番かもしれないね。やっぱり、いや、僕はユダヤ教とイスラム教を信仰してるんで、だから金曜日と日曜日は休みなんですって言って、金曜日と土曜日は土日だっけ、休みたいんですっていう。うん、じゃがりこ教はね、一応土日が休みだから、じゃがりこ教は。あ、そうなんですか。うん、そう。なんかいい方法あるかな。人をね、人に迷惑をかけないで休む方法だもんな。難しいな、ちょ、それは。兼部とかってできないの？兼部、親が反対します。あ、兼部は兼部、兼部、別の部活と掛け持ちでやることっていうのはできないの？あ、できません。あ、できないんか。やるとしたら校外活動部で、あ、校外の活動、違うとこでやりながらその部活っていう方法あるんですけど、ちなみに僕塾行ってるんですけど、塾の時間が部活終わる時間より全然余裕があるんで休めないんですよ、うんうん、それで。あー、そっかー。まあでも1週間に1回じゃこの方法使えないな。俺がよくやってたのは親戚を殺したんだよ。高校3年間で親戚30人以上死んでるから、うちは。そう、30人以上死んだから、うちは。そう、だからうちのおじいちゃんの兄弟のね、子供の、なんだっけ、奥さんが死にましたとか、なんかもうどん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 、なんかその家系図に枝葉をこうつけていって、でそこで人増やしていったんだよね。そう、30人以上殺しちゃったの。さほぼ3年間で。もうそれ使えないからな。週に 1,2 回休みたいんだったら、週に1のペースで死んでったらおかしいですもんね。うん、
いこと思いついた。歯医者は？歯医者。歯医者、終わりました。終わったの？はい。歯医者終わったのか。歯医者だったらこう矯正しますっていうだけで1週間に1回ぐらいは歯医者行かないといけないはずだったから、休めるかなと思ったんだけど。ちなみに一時期休めることがありました。マジか、どうしようかな。手首を痛めて接骨院行ってたんで毎日休んでました。どうしようが、1、2回休める方法か。歯医者使えない？もう1回使えます？歯医者使ったらいいよ。あ、はい。今あの歯を矯正しようとしてるんで、1週間に1回か2回は歯医者に行かないといけないんですよっていうのはあり。あ、うん、あり。ちょっと使ってみます。で、時々あの歯医者だけではなく、なんか耳鼻科とか皮膚科とか病院の科を変えてみて。あ、はい。うん、あの毎週毎週あの歯医者だと疑われるから、はい、あの耳鼻科とか皮膚科とかいろいろちょっとこう変えてみたらいいかも。はい。うん。オッケー。あ、はい、ありがとうございました。オッケー、はい、はい、はい、ありがとうございました。